見て、こっちにも道があるわ。どこにつながってるのかわかんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。え？安心して、あなたは私たちが守る。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってでも手に入れたいものがあったんだ。手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。それに忘れてたんだけど、じゃああなたのお父さんも？うん、ドフラミンゴの手下の力でこの国の多くの人は大事な人を忘れていたから。ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ねえ、いないわ。そう、ごめんなさい。なんだか悪い？ううん、大丈夫よ。私にはアディオがいるもの。そう、大切な人がいるんだね。大切な人？にも危ねえ連中がいんのかよ。見て、誰かが道を塞いでいる。レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか？ううん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士、
陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。はい、まさに。かつて陸王様を騙しドレスローザを散奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私…ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれ…ああ、あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。ああ、その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。ああ、そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。この辺り、私たちが最初に通ったところよ。では、また同じように進めばリフトにつけますね。おっとっと。大好きな人と平和に暮らしたいか、私も同じなのかも。あ、なんか言ったか、アリム。あ、ううん、なんでもないわ。ほら、先を急ぎましょう。ん？まあいっか。ねえ。あの山の下にある扉が開かねえんだ。王宮に上がるリフトならわかるけど、とにかく見てみるよ。レベッカ、このリフトの扉の開け方がわかるかしら。このリフト、王の大地と同じ。これなら開けられると思うよ。ちょっと待って。よし、待ってろ、ドフラミンゴ。
何か降ってきたぞ。ありゃ人じゃねえのか。行ってみましょう。ドラオじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ、無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラソン、俺に命をくれた人だ。ドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、今度こそ行こう、ドフラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけのローを動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。ねえ、よし、行くぞ。よし、行くか。用心しろ、ウソップ。言われなくてもだ。俺の仲間に手出すな。まずそうよ。いつでもいいぞ。そっちけ。竜巻。
ヒュートリバッシュ。これがウソップ様の実力よ。私の成長はと力が戻る。少しこの調子。下はこっちか。ああ、てめえの頭の中ではな。私の出番ね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。さあやるわよ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード、本気にさせやがってな。必殺カルボス。そっちか、刀のために消える。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。必要な力。さっきから北に進めてなくねえか。
っとっと。フランキー褒めたってなーも出ねえぜ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。思ったより強えな。刀がうずく。行くぞゾロチョッパー。トラ黒天イソップ。やれておいで、雷ちゃん。
サンダーブリード変身。竜槽剣竜の息吹。これがウソップ様の実力よ。技のキレが戻ってきつうちの原型すらとどめてねえな。そうね、みんな宝箱を開けたらすぐ引き返すわよ。
私トラオさん、あれから気絶したままですね。そういえば恩人を殺されたって話していたけど、ドフラミンゴは非常な男だ。奴やその仲間に命を奪われた人間は数知れない。